サランダの街サランダは、アルバニアのブロラ州サランダ県の県庁所在都市。アルバニアで最も重要な観光都市で、イオニア海に面しており、ギリシアのケルキラ島まで 15km 程度の距離で、ある。人口はおよそ3万2000人程度である。サランダの近くには、古代都市ブトリントがあり、ユネスコの世界遺産に登録されている。東ローマ帝国の統治下となる前は、 古代ギリシャの古障オンヘスモスあるいはアンヒアスモスで呼ばれており、イピロス地方の一部であった。住民は、ギリシャ人の部族ハオニア人であった。町は重要な港であり、ハオニア人の首都、フォイニキと海をつなぐ、交通の拠点であった。現行の古障サランダは、ギリシャ語で、セバステの40人の殉教者を意味しており、 聖教会では3月10日がこの聖人を祝福する日となっている。町は第二次世界大戦時にイタリアの占領下となり、そのカンベニート・ムッソリーニの長女、エッダ・ムッソリーニの名をとってポルトエッダと呼ばれていた。海の見える景色と多様な植物省、そして温厚な地中海性気候のためにサランダは保養地として発展し、重要な観光地となっている。 21世紀初頭に入り、新婚旅行の地として、サランダを訪れるカップルは急増している。そのため、サランダは、ハネムーンの街としても知られている。1990年代の末から21世紀の初頭にかけて、サランダは、観光地としての発展を遂げている。観光は、街の重要な産業であるが、その他の産業としては、サービス業、漁業、 建設業などが中心である。失業率は2001年の段階で12.58%である。下記には失業率が大幅に低下する。21世紀初頭、サランダの人口の多くはアルバニア人であり、その他の少数民族としてはギリシャ人、アルマニア人などがある。サランダ。 の人口は1989年の1万5700人から2001年には2万7553人に増加した。しかしながら、特に1997年以降、人口は急速に増加していると見られている。自治体の推計によると、2008年の時点で、おおむね3万2000人が居住しているものと見られる。市の主要産業は観光業であり、 サランダ湾沿いには、たくさんのリゾートホテルが建てられている。夏の観光シーズンにはギリシアを中心に、欧州各国より、たくさんの観光客がやってくる。世界遺産でもある、ブトリント国立公園への観光の起点ともなっている。ありがとうございます。